おい。ええ。Yeah!
伊達さん。桐生か。あの桐生。和樹。桐生さん。これはどういうことなんだ。俺にも説明がつかねえ。和樹を追ってきたらこの二人が立っていた。私が本物です。こいつらに監禁され、気づいたらここにいたんだ。でたらめを言うな。お前が俺を脅してここに連れてきたんだろうが。どうしてここへ来た。午前1時にここに来るように呼び出されたんだ。なんだと。やはり罠だったか。どうやらそうらしいな。な、何の真似ですか。河原さん、俺たち3人をここにおびき出したのは偽物の方だ。そいつはスターダストで細かい芸をして俺たちをはめた。俺は違う。黙れ。出顔なめんじゃねえ。なりはそっくりに真似られても声だけはどうにもならねえんだ。店の中で聞いたお前の声が耳の中に残ってんだ。正直に言え、どうして俺たちをここにおびき出した。何を言ってるのかさっぱりわかりませんよ。とぼけんな。お前の裏でこの筋書きを書いたのは誰だ。やめろ。あんた、また俺の前で人を殺すのか。勘違いすんな、誠。こいつはお前の知っている和樹じゃない。組織の構成員だ。証拠もないのにどうしてそんなことが言えるんだ。勘だよ。なんだと。あんたは刑事の勘で人を撃つのか。刑事の勘なんて甘ちょろいもんじゃねえんだ。食うか食われるかの修羅場をいくつもくぐり抜けてきた俺にはわかるんだ。こいつの体から血生臭い匂いがプンプンすんだ。あんたはどうかしている。来んな。河原さん。和樹。桐生、昨日電話でここにお前を呼び出したのは俺だ。お前が。大吾はどこだ。死んでゆく人間がそんなことを知っても仕方がないだろう。俺たちを殺すためにここへおびき出したんだな。やっとわかったのか。ここであんたたち4人は殺し合って死んだ。これが筋書きのエンディングだ。4人だと。どうして俺たちが殺し合う必要があるんだ。結末さえあれば筋書きはどうにでも作れる。そういうもんさ。今だ。撃て。迷うな。撃つんだ。遺跡。神。守護だ。銃声がしたから駆けつけたのよ。逃げるぞ。どうして逃げるの。これは正当防衛じゃない。いや、これには裏がありそうだ。身をかわした方が賢明だ。表に出るぞ。ああ。